もうね、いやもう明るすぎて、もう服の色と壁がもうほぼ同時。同時じゃなくて同じね。そこの日本語間違えたらやばいだろう。ってことで、はい、皆さんこんにちは、タナショーです。ということで、本日はですね、企画とかやってみたとかも検証とかもそういうのじゃないんですけど、単純に昨日の夜に起こったことなんですけど、単純に言うと俺の家の前に不審車両が現れた。まあね、勝手な俺の判断ですけど、明らかに見たことない車がずーっと家の前に止まってるんですよ。20分ぐらい止まってましたね。で、運転手が一人で、誰かを待っている可能性もあるんじゃないかってことも考えたんですけど、エンジンつけっぱなしなんですよ。それでもう20分ぐらいずーっと家の前でね止まってて、これちょっとさすがにちょっと怪しいかなと思って、一応ね撮影しておきました。ってことで、そちらの映像どうぞ。ってことで、うちのね家の前になんかねずっとね車が止まってるんですよ。見たことない車ですね。しかもね、かれこれもう10分以上ずっと家の前に止まってます。ってことで、見て、ここにね、止まってるんですよ。ギリギリ映ってないんですけど、隣の人でも近所の人じゃないんですよ、この車。なんかあった時のために一応、証拠として残しております。でも見てもらったら分かる通り、まあね、本当に何かっていうのは言い難い。人を待っている可能性もあるし、もしかしたらちょっと俺の視聴者さんで、ファンの方がちょっと家に来るとかいうのも、規模としてはもう10万人を超えていくと、可能性としてはなくはないので、まあ一応今回のね、この車に関しては、まあ一応ちょっと証拠として何かあった場合の時のために一応撮ってあるだけなんで、まあいろんな可能性があるということを踏まえた上でのね、動画だと思います。ってことで、またね、何か進展があったら、随時お伝えしていきたいと思います。そこの辺も注意してね、今後も、やっていきたいと思います。ってことで、ありがとうございました。